イフォルメーション、ジョジョの奇妙な冒険、シールウェアーズ、ダイヤモンドは砕けない、アクト1、開封するぜ。東方丈介だ。グレートですよ、こいつは。裏面はこんな感じ。めちゃめちゃかっこいいね。見た目もクール。というわけでね、今日は今見てもらったように、イフォルメーション、ジョジョの奇妙な冒険、シールウェアーズ、ダイヤモンドは砕けない、アクト1を、ワンボックス開封していこうと思うんだけど、この第4弾はダイヤモンドは砕けないから、東方丈介、広瀬光一、西村奥康、岸辺露伴、吉良義景などの人気キャラクターはもちろん、スタンドだけがデザインされたスタンドレアも入ってて、パッケージからね、本当に洗練されたオーラが出てるよね。というわけでどんどん開封していきます。東方良平、丈介のおじいちゃんが出ましたよ。裏面にはセリフが書いてて、わしには何か犯罪の匂いがするんじゃ、何者かこの町にはヤバいやつが潜んでる気がしてしょうがない、書いてます。ノーマルでもこうキラッとしたねシールになってて、めちゃめちゃかっこいいですね。そして個人的にめちゃめちゃ好きなこのキャラメルクリーム味のウェハースも食べていくぜ。じゃあどんどん開けていきます。はい、狭間田利和とサーフィスが出ました。じゃあどんどん開けていきます。はい、レアの広瀬光一が出ました。吉良義景、卑怯だぞ、出てこいって書いてますね。じゃあ5袋目開けていきます。続いて杉本レイミとアーノルドです。6袋目、すごいですよこれ。はい、見てください、スタンドレアのキラークイーンが出ましたよ。めちゃめちゃキラキラしてます。このスタンドレアは今回から初登場のレアリティになってて、全6種入ってます。キラークイーンのジョジョたちがめちゃめちゃかっこいいよね。裏面はこんな感じになってて、キラークイーンのステータスも描かれてます。他のスタンドレアもね、どんどん引いていきたいですね。楽しみですね。ちょっと、はい、めちゃめちゃ好きなシール出ました。はい、出ました、ジョジョレアのキラヨシカゲとキラークイーン、そしてシアーハートアタックがデザインされたシールです。効果音がね、こんな風に黄色の白押しで入ってて、もう全体的にこうキラッキラッとしたようなシールになってます。ジョジョレアはスタンドとそのスタンドを使うキャラがね、こうやって並んでデザインされてるんですね。うわ、これもどんどん当てていきたいですね。じゃあ続いて8袋目いきます。はい、お次はこちら、トニオ・トラサルディとパールジャムのシールです。トニオ・トラサルディがね、料理を持ってね、運んでいる姿がデザインされてます。パールジャムもね、いっぱいデザインされてるのが可愛いですね。もうそろそろ折り返し地点ですね。9袋目、はい、一番最初に紹介した東方丈介がまた出ました。嬉しいですね。じゃあ続いて折り返しの10パック目開けていきます。はい、スタンドレアのクレイジーダイヤモンド。うわ、めちゃめちゃかっこいいですね。僕ね、この頭の形ちょっとハートになってるところ、クレイジーダイヤモンドの好きな部分です。こうやってね、さっき当てたジョースケと並べてもいい感じですね。はい、露伴先生のスタンド、ヘブンズドアも出ました。えげつない能力を持ってるんですけど、ヘブンズドアって。でもね、このね、可愛らしいデザインなのがめちゃめちゃ好きです。僕嬉しいですねこれ。12袋目いきます。はい、続いて辻彩とシンデレラのシールが出ました。全体的にね、ピンクを基調としたデザインで可愛らしいデザインになってますね。続いて13袋目いきます。西村慶長が出ました。全体戦闘態勢、攻撃開始。バッドカンパニーのね、スタンドもデザインされてますね。一体一体はね、すごい小さいスタンドなんだけど、これがね、集まってね、一斉射撃したり連続射撃した時の、ね、破壊力はね、凄まじいですよね。あと残りもわずかになってきました。ちょっともう少しスタンドレア、ジョジョレア当てたいっすね。はい、もう一枚、トニオ・トラサルディとパールジャムのシール出ました。はい、出ましたよ。僕の好きなシゲチーとハーベストのシール出ました。てか、シゲチーって本名ヤングシゲキヨっていうんすね。ちょっと僕知らなかったです。劇中でもあった亀湯の切手とか小銭をね、こうハーベストが拾ってくるようなデザインになってますね。これも嬉しいですね。さあ残り5パックとなりました。はい、片桐安十郎とアクアネックレスのシールが出ました。これ裏面のセリフいいですよ。いい気になってるやつが絶望の淵に足を突っ込むのを見るのは
ああ気分が晴れるぜ、書いてます。ちょっとえげつないですね。さあ残り4枠。はい、続いてまたもやスタンドレアのクレイジーダイヤモンドが出ました。これ何枚あってもね嬉しいですね。残り3枚です。ファースト3。はい、レアの山岸由加子が出ました。裏面には、私高一くんのこと好きなんです書いてます。こう思わずねこうやって並べたくなりますね。あと2枚、ちょっと個人的にはねジョジョレアの岸辺露伴とヘブンズドア当てたいですね。この2人が乗ってるのすごい。はい、レアの空城城太郎が出ました。注意深く観察して行動しろだぜって書いてますよ裏面。いやーちょっと頼もしい姿になってますね城太郎、めちゃめちゃかっこいいです。ワンボックスも残り1枚です。いきます。はい、最後は小林珠美とザ・ロックが乗ったシールが当たりました。銭払うことでよ、心の罪悪感ってやつにかかった情が外れんなら財布出しちまった方がいいんじゃねえかって書いてますねえ。ちょっと悪いやつですけど憎めない小林珠美、いやいいですね。そしてここに全30種類のラインナップを並べてみました。いやこうやって見るとやっぱ壮観ですよね。ちょっと当てれなかったシールも見ていきましょうか。はい、まずはこれ、露伴先生のジョジョレア。これね、一見露伴先生がヘブンズドアをやってるだけに見えるんですけれども、ちょっとね、わかりますでしょうか、ここ金色の白押しでねヘブンズドアいるんですよ。これがちょっと芸細かくて僕めちゃめちゃ好きですね。うわー、かっこいい。あとやっぱ僕個人的に好きなので言うと、はい、スタープラチナね。スタープラチナね、好きなファンの方もねとても多いんじゃないでしょうか。これもね、ほんとキラキラしててとてもかっこいいシールになってます。はい、あとはね、今回の目玉とも言えるね、ジョジョレアのジョースケとクレイジーダイヤモンドが乗ってるこのシールですね。ここにね、独特な効果音のドキュンって文字もね、金箔押しで入ってますし、スタンドと一緒にこうキャラクターがね、横に並んでるのめちゃめちゃいいですよね。かっこいいです。というわけでね、たくさん開封していったんですけど、いや、やっぱりワンボックス開封ちょっと気持ちいいですね。しかも今回初登場のね、このスタンドレアも3枚も当たって、でキラークイーン、クレイジーダイヤモンド、そしてヘブンズとはね、そしてジョジョレア、これのね金箔押しのところとかもねめちゃめちゃ熱くって、まだまだね開けていきたいなって思いましたね。イフォルメーション、ジョジョの奇妙な冒険、シールウェアース、ダイヤモンドは砕けないアクト1は9月発売予定。このアイテムが気になったら概要欄をチェック。バンマニでは他にもシールウェアースをたくさん紹介しています。チャンネル登録していっぱい見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。